2021-22 ヨギボウィーリーグ千葉対エルフェンの一戦、解説は山根恵里奈さんです。まずはエルフェンのゴールシーンです。22分、瀬戸口のフリーキックから瀬野、よく合わせましたね。このピンポイントのキックとちょっと下がりながらだったので難しいヘディングだったと思うんですが、しっかりゴール回しに収めてきました。これでエルフェンは先制です。続いて34分、千葉の得点シーンです。鴨川が粘ってクロスを入れたところ、岸川のヘディング。大沢もちょっと岸川が入ってきているというのを感じて、ちょっといい役目をしたかもしれないですね。岸川もさすがの、さすがです。さすがですね。こう強さを見せましたね。続いて41分、千葉のシーンです。田中選手から大沢へ、このシュートがポストを叩きました。これは悔しいって思ってると思います。これは悔しいですよね。はい。そして後半です。82分、千葉のチャンス。ここで受けた南野、これはキーパー正面、ただ打っていきました。再三チャンスを作っていた南野。そうですね、一個エリアに侵入してシュートを打てる場面が次回は出てくるといいですね。そして91分、千葉です。アレックスのクロスから、これも南野、難しい体勢ですが、はい、よくこうゴール狙ってると思います。ゴールの位置が分かってるからこそできるプレーかもしれないです。ストライカーの嗅覚ですね。はい。